ございます。おはよう。なんか入った瞬間暑かったから20一旦3に下げたけど寒い。寒いな。あ、リール昨日ね投稿してみたんですけど、インスタの。あんまりうちリールとかさ投稿しないからさ、だからうちリール最初慣れてなくて、なんか多分設定のとこで誰にも見れないように投稿しちゃって、なんかそのフォロワー以外の人に見えるように投稿するみたいな感じの変なのがあって、なんかフォロワーを増やそうみたいなやつで、そう間違えた。で、だからうち的にうちの中で2回投稿してんの。あれほんとに最近目がなんか痛すぎて、そう目が痛すぎて、ほんとは今日裸眼でお話し会したいくらいに目がやばくて痛い。しかもピン1個忘れちゃった。なんか乾燥してるっていうのかな、目に潤いがないんだよね今。痛いよ、目が。よいしょ。失礼いたしました。一旦こちらの目薬さします。今日私服です。いい。多分こっちの目がね結構きてるんですよね。よし、じゃあ今日は じゃんこちらのアンビのプラムブラックにします。目薬さしたら今いい感じに回復しました。乾燥してたのかも。じゃあカラコンもそろそろ冒険の旅に出ようかな。目薬大事。カラコンこんな感じ。なんかそうコンタクトいつもねカラコンしてるんですけど、普通のあの裸眼普通のねソフトコンタクトもこの間買ったんですよ。でもね1回しかまだつけたことない。
あ、今日さ化粧水忘れた。辛い。辛いから仕上げ用のやつを一旦振ります。マジでやらかした。化粧水。マジで化粧水って大事。ちょっと待ってね。よいしょ。みんなもメイクとかしよう。準備一緒にしよう。ここか。ここでこうしたらいい感じ。明るすぎ。ちょっとわかんない。場所がむずい。あ、この辺ですか。リボンのさ綺麗な結び方をインスタで前に見たんだけどちょっと忘れちゃった。このマジでメイク忘れた。つらい。ちょっと小猫ちゃんを先に化粧水代わりに馴染ませてみた。あ、待って、マジでね、下地も買わなきゃ。横割り前に多分一式全部買います。いや、無印の化粧水好きだよ。うちはね、理由見てくれてありがとう。初めてなんか音とかつけて投稿してみたよ。今インスタ頑張り期なので投稿頻度高めです。そう、投稿頻度高めで頑張ってる今。マジでね、Wi-Fi がないと電波が。電波がね、途切れちゃうんですよ。もちもち、あれは今日は土曜日ですね。なんかいつも本当目覚まし今日7時半過ぎくらいにかけたんですけど、謎に6時半に1回目覚ましちゃって負けた。悔しいよね。寒いな、この部屋。
ございます。お、なんかすごいこのディオールのやつとこのエスティローザーのやつ混ぜるとめっちゃなんかいい感じ。そう、ミルちゃんメイク終わっててびっくりしたんだよね。配信ちらっと覗いたら、早いよね。何時に起きたの？だったって思って、チークの色好きになったんだよね。ちょっとチーク、かわいい、めっちゃチーク入ってるけどいいんです、一旦ね。いや、参考になりますか？本当に？今日も朝からワンピース1話分見てきました。そうなの、先にうちチーク塗るんですよね。メイク順番ね、結構みんなと違う気がする。なんか若干風邪ひいたかも、若干ね、本当に。今日 R1 を買おうと思います。まあ、なんかエアコンをつけて寝るとダメだ。でもあのエアコンつけないと暑い。エアコンつけないと暑くないですか？
でも今日この間ママが風邪薬をね置いてってくれたので、ちょっと今日飲んで寝よう時期なのです。あ、でなんかチークをね目にのせるんですよね。最近のハマり。嬉しい、お仕事が待っててたくさん言うよ。マジチークをアイシャドウにして。キラキラを目の下にのせます。あー大丈夫、冷やして冷やして、やっぱ腫れたらね冷やすのが一番だよ。マジで何かさ、時々さ泣きたい時ってないですか？何か「うわ今日泣きたいな」とか。え、ありません？私あるんですよ時々ね、ほんと何か3ヶ月に1回くらい。そうで、それでなんか昨日、まあ、その何もしてない時に泣くのはあれじゃん。だからいつもお風呂に入ってる時になんか動画で探すんですね。そう、なんか動画で探して、昨日 YouTube で探してお風呂で泣いてた。お風呂で泣いてた。でその見たやつがワンちゃん系で、なんかそうミントが亡くなってからもう本当にあと2日とかで1年経つんですよ。そう、それでなんかめっちゃ思い出呼吸したんですけど、お風呂で泣くとあのなんていうの、なんかどうにでもなるじゃないですか。あの顔洗ったりとか、なんか湯船にずっと浸かって上がってみたいな。だからお風呂で泣くの一番おすすめします。その後洗顔してピーリングしてみたいな。目腫れないですね、見て腫れてない。
風呂で泣くとやっぱり一番楽一番楽だよ。でお風呂上がった後もパックして化粧水とかして、そうすると自動的に顔が冷えるじゃないですか、目とかも。だからお風呂が一番いい泣き場所です。あとボケーともできるし、半身浴しながらね動画見て泣いて、で泣くとなんかすごいいいらしいので、体にわかんないけど是非やってみて。なんか最近泣いてないなとかそういう方も是非。なんか泣くぞって思って泣くことってあんまなくない？だけど泣くぞって思って泣くの意外とうち好きなんですよね変なことも、ごめん、変な子かもしれん。うちまつげ。アニメ見て泣くときあります。全然映画とかでも泣きます。そう、泣くぞって気合い入れて泣くことってないじゃん。なんか気づいたら涙が出てくるとかはあると思うんですけど、まあの花はめっちゃ泣いた。ワンピースも泣ける、ヒロアカもハイキューも。でもうちブリーチで泣いたことはないんですよ実は。あー、今日も綿棒忘れた。え、ちなみに今何分ですか？
9時25分、ありがとう。なんかし見て、このアイラインな、こうなってるのにめっちゃ出てくるから、これ使ってるの。だからもうね、終わりよ。そしたら涙袋の影をもっと濃くしたい。てか今日アイロン忘れて一回ねお家戻ったのお家戻ったんです。アイラインってすぐそう思っちゃう、思っちゃうね。そう、忘れ物を飲め。一部は下ろそうかなって思ってます。ちなみに2部、あ、ゴミ袋もない。2部通所じゃないですか。通所はなんと被り物するので、ぜひなんかお家にある方してみて、被り物。そう、この間今日忘れちゃってさ、お家に。今日コテとかは何もなし、ストレートです。今日はね、お菓子いっぱい持ってきたんだ、ケータリングから。あとこれも後で食べるの、トマト。あとチョコ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 。はい、全部見て、ミルクチョコレートだから全部真っ赤か見て、真っ赤か待って、本当に面白くない、真っ赤かなんだけど。ミルクチョコレート大好きです。やばくない、全部真っ赤っかなんだが。うん、お仕事お疲れ、お疲れ噛んじゃった。お持ち帰りは多分し、あ、1個くらいするかも。今80度、80度らへんからちょっと前髪にアイロンを当てます。正直前髪は温度が低い方がまだ扱いやすい。嬉しい黒髪。ちなみに明日も黒髪です。明日はソロイベントがあります。で、後ろ髪は160でやります。外羽ね、巻き、ワンカール、
明日髪型どうしよう悩むな。三つ編みかツインちゃんかハーフツインか鬼悩みです。鬼今暗髪で、まあ、ハーフツインをするってなると、まあ、あのいつだかの初恋カムバック、あ初恋カムバック黄色に今近いので、そう近いので、キャー、あの、まあ、ハーフツインをするとまあ、あのくらいの感じになりますね。いや、じゃあ初恋カムバックでちょっと面白いのが、なんかうちがさ、なんかソロで踊っ、なんか一瞬映るとこあるよね。あそこちょっとじわじわ来ちゃう。よし。なんか地味に明日緊張してきた。どうしたらいい？みんな緊張ほどいてね。あとめっちゃ好きですか？嬉しい。カップリングってなかなかしない髪の毛をやりがちかもしれん。だってヒロインと狼の時は前髪長かった。その意味明日だよ、忘れちゃダメだよ。みんなさ、衣装じゃん。みんなもきっとさ、何の衣装なんだろうってきっと思ってるでしょ。何の衣装だと思う？だ、みんな当たんないと思う。絶対当たんないと思う。キラリンの見て、うわっ、ドレミちゃんの時着てたやつもいいなって思った。次の生誕の生写真絶対それ着るって思ってる。絶対当たんないよみんな。絶対当たんないの。あ、フロアキラーね、確かにあれ結構ね、好きな方多いですね。でも絶対当たんないと思う。当てたら本当になんかすごい、あなた天才だよってなる。あちゃあちゃ、インスタタグ付けしますので、ぜひぜひ見てみてください。待って、うちさ、待って、一部につけるあの髪飾り忘れた。待って、ねえ忘れてる。ありえない、ここにねつけようとしてたのクリップ忘れてる。忘れてるじゃん。
え、机の上、机の上だ、任せてるね。え、何も、普通の菅波美玲です。今日クリップ大好きなんだよね。かわいい、なんかつけてる中でかわいいじゃん。どこで物は欲しいよね。お店にスマホ忘れたの大変。でもちょ、昔あのスーパーあるじゃん、普通のスーパーにお財布忘れた時あるよやばいよね、お財布忘れて。でなんかお財布に鍵入ってたから家入れなくて、えっ？って思って。でもスーパー行ったまではあったからみたいな感じで、スーパー行って、すいませんお財布の忘れ物とかってありませんでしたかって言ったら、あ、あれも行ったよって言われて、そう、届けてくださってた。やばくない？日本好き、優しすぎ。あと昔そのユアニライブステーションにまたお財布を忘れた時があって、忘れた時があって、でこれすっごい話なんですけど、あ、でもね、もう忘れたことないから大丈夫。18歳、19歳の時かな、そう、全部19歳とか20歳の話ですけど、今ねしっかりしたと思う。忘れ物忘しがちだけど、なんかお財布とか忘れたことない。でも携帯とかはこの間ゴミ袋にゴミ普通に携帯も一緒に入れちゃって、携帯ないみたいな、え、でもここまで思ってたみたいな、え、でもお弁当食べてた時、え、マジで、もしかしてお弁当、え、なんか捨てた時に一緒に捨てちゃったのかなって思って、そしたらまーちゃんが携帯鳴らしてくれて、そしたらゴミ箱に携帯入っててしっかりしてないわこれ今月の出来事なので大変、しっかりしてなかった。全然しっかりしてないじゃん。そうね、ゴミ袋って罠だからね。うちゴミ袋に鍵も捨てたことあるし、イヤホンもね捨てたことあるし、なんか無意識なんですよね多分。そう、無意識。大変。もう困ったよね。で、なんかその夜にライブステーションにお財布を忘れたんですよ。でももう普通に家のなんか最寄り駅に行って、でも家も入れないしお金もないしもうなん全部カードあのお財布に入ってて、でそれでやばいってなって、なんか家はなんかその前住んでたお家、大学生とかその時はなんかその最初だけ通れればあとは大丈夫なの、入れるんですよ、その自分で入れて。でだからその人と一緒に入って、でもお金がないから電車に乗れないって。で次の日仕事だけど、あのスイカが、あの携帯スイカではなくて普通のパスモとかそれカードのやつだったからなくて、やばいってなって。でもなんかそのうち本当にすごいんですけど、なんかベッドのその隙間によく物って落ちるじゃないですか。
で、うちベッドの隙間に福島いた時に使ってた、まあ、福島にしかない銀行、まあ、その普通にセブンとか ATM とかでは使えるんですけど、銀行のカードが、まあ、そのベッドの脇に落ちてたんですけど、まあもう使わないし、まあなんかまあそのままでいっかって思ってたんですよ。でその間なんか頭の片隅にあって、でママにまず電話して、ママって、お財布そのヨーリライブステーションに忘れちゃって、あのなんとか銀行にお金ちょっと振り込んでほしいって言って、その、 あのベッドの隙間からあの銀行カード取ってなかったから、あの助かったっていう、すごいねアホな話がある。すごいアホじゃない？そう、アホすぎる、さすがに。もうミラクルでした、これが。じゃん、ヘアオイル。そう、ママにどうすんのみたいに言われて、そう、あの時拾わないでよかった、拾ってお財布に入れてたらうちは本当にもう一文無しでした。で、大体多分みんなというか多分普通の人は、まあ銀行のそのカードを落とさないですよね。ベッドの隙間に。え、しかも落としたら取りますよね、普通。取らないんですよね。まあ大丈夫かみたいな、かわいしいって。でもそれがね、まあ、ミラクルを起こすことがあるんですね。それが19歳と20歳かな、19歳20歳あたりかな。なんかヨアニライブステーションでさ、めっちゃ前その定期公演みたいな感じで、なんていうの、なんかやったじゃないですか、そこら辺だから。20歳くらいっけ、いや分かんない、コロナ前だった気がする。でリニューアル全然される前かな。ね、よかったっていうね、そうエピソードトークも持ってたり。ちょっとね、明日揃い目だから、あの髪の毛をね、ちょっと刺激をしないようにしたい。綺麗な状態でみんなに会いたいじゃん。髪サラサラの状態でみんなに会いたいじゃん。そう、4年前です、4年前。4年前の話。でも20歳ってね、全然まだまだ子供ちゃんですよ、きっと。今思うとね。いやでもうち17歳くらいの時、やばい自分大人って思ってたんですよ。17なんてまだまだ子供だから。なんかそういう時期ない？高校じゃない、中学生の時もなんか中3くらいになると大人になったわみたいな、変なね中二病発生しちゃうんですよ、やばいみたいな。え、私もう大人みたいな、もう一人で何でもできるみたいな。何でもできないから、何でもできない、バブだよバブ。やばいね、パヤゲがたくさんいる。でもヘアオイルをねたくさんねつけすぎるとね、もうお風呂入るとき大変なんですよね。ちょっとね、何でもできるって思ってた時期があった、高1の時とか。いや高校生って思うよね。
だって高校生で初めて電車登校に乗って、なんか電車乗ってる、なんか朝から電車乗ってなんかかっこいいじゃん。かっこいいやん。なんかかっこいいじゃん。よし、スケープを描きます。大人になった気持ちでね、ま、今は大人になった気持ちでなっても24歳なんてね、世間一般的に見たら大人なんで。え、大人だよね、24って。やばいよね。あー、やばいやばい、ごめんなさい。どうだっけな、なんかね、あ、違うわ、ちょっとわかんない。レブシャーできるギューナーで、ほっ、え、なんでみんな羨ましい。ね、あと4分したら一旦ちょっとね、この手受けを切ります。なんか入ってる、絶対痛い。あ、泣き、痛い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 、何痛いよっつっても、嘘、パヤゲ出てくる、本当めっちゃ綺麗だったよ、テーションの時。よし、もうちょっとで完成。うん、どう、空間コーヒーありがとう、嬉しい。なんか今日時間の進み遅いぞ。って油断してるとね、早いから。油断禁物。今日寒いな。あ、待って、ハイライト塗ってないよ。ありがとう、みんななんか、色白ってすごい褒めてくれる。みんな褒め上手。ありがとう。ゴディバのポーチマジで便利。で、ちょんちょんちょんと鼻先に、はい、ということでメイクが完成しました。お、あと本当にみんなメイク配信見てくれてありがとうね。お話し会お待ちしてます。オンラインランキングでいくよん。すがめ、なんかすがめ TikTok 載ってるよね。ひーちゃんとのやつかな。いきます。
13位のぞみありがとう、12位まこちゃんありがとう、11位じゃんありがとう、10位イージーありがとう、9位どら焼きありがとう、8位シルクロード、シルク道路ありがとう、7位タラッタありがとう、6位トンさんありがとう、5位高市ありがとう、4位リアありがとう、そして第3位つむじありがとう、3位おめでとう、そして第2位タロリンありがとう、2位おめでとう、そして第1位たい焼き屋さんありがとう、たい焼き、たい焼き、ありがとうね、見てくれてショールーム、お話し会今日来てくれる、待ってるよ。それでは見てくれてありがとうございます。あ、後でね、待ってるよ。それではバイバーイ。